今日は久しぶりのライブだ。気合を入れていきましょう。そうそう、私最近調子がいい気がするんだよね。うん、私も。じゃあ行きましょうか。おお。はい、やっぱり今夜は少しぎこちなかったと思います。それでもお客さんはあんまり乗ってくれなかったよね。うん。はい。気をつけます。さっきまだ着替えてなかったの？帰るの遅くなっちゃうわよ。あ、伊吹さん、ごめんなさい。いいのよ、特に急いでいるわけではないんだから。そうじゃなくて、今日の失敗、私のせい。それは…うん、分かってる。曲をつなぐタイミング、失敗してた。失敗って言ってもほんのわずかなズレだった。でも一回じゃないところを見ると単純な操作ミスというわけでもなさそうね。理由は自分で分かってるの？うん、私の音で伊吹さんやトワさんやノアさんが踊りにくくないか気になって。普段なら気にしないところ、あるいはいつもなら自然に処理できていたはずのところまで意識してしまって、それでリズムが崩れた感じかしら。うん、そっか。でもそれならよかった。え、よかった？でもだって理由があるなら直せば済むことでしょ。私たちは私たちで、さっきのフィーリングがいつもと違うからやっぱり思い切った動きができなくて、お互いに様子見するみたいな感じになっちゃってたね。お互いに様子見。私たちはサキが作ってくれる音を一つ一つ確認しながら踊っているわけじゃないよね。練習通りの音が来るって信じてそこに合わせてる。なのにサキが私たちの動きを気にしすぎるとどうなるかな。気がついた？確かに相手を気遣う気持ちは大切だけど、そうじゃない時もある。ごめんなさい。でもそんなことをやってもどうにかステージを成立させちゃうんだから、やっぱりサキはすごいわね。よし、帰りに私と二人でお茶しに行こうか。